15歳の時に実家を離れて東京へ料理修行に出ました。とにかく修行は大変で、当時は朝から晩まで何年間も必死でした。日本料理の経験を積んでから地元大阪でお店を持とうと決めていました。自分の店を持って7年ぐらい経った時に何か新しいことをしたいと思い、次の目標を考えました。それで店を売り、新しい道に進むことを決めました。2016年から私はウィンマカオの三角で素晴らしいスタッフと共に働いています。そして私たちはミシュランガイド2つ星とフォーブストラベルガイド5つ星の栄誉をいただきました。お客様へ最高の味わいを提供するために日々技術の向上を図っております。やはりお客様の嬉しそうな顔を見ていると料理人として私も嬉しいですね。お客様から美味しかったよと声をかけていただくことが自分にとっての向上心につながります。これからも一生懸命精進してまいります。